でね、こっち動いたな今日。普段背も千個としたからもう下着は丸まってガードの上は上に上がってくるわ。ズボンはなんかずれてくるしね。すいません。なんかおかしない？ここダンダン。なんで横で笑われない？いやーようさんね、あのお客さん無理に来させられて。誠にありがとうございます。今日のメンバーを紹介したいと思います。まずキーボードゼンリー君、イエー。ベースさあちゃん、ドラムジンさん、イエー。サックスエロイミヤン。エロない。以上のメンバーで、あ、おったギター、みちょるさん。以上、五目虫のメンバーです。あ、あまり笑わへんかったな。
素人名人会見てなかった。あ、大久保玲先生や。どうもおはようございます。もうね、ほんまあの枠を見えますけどね、見えもうすぐあの年いってるんです。体型見たら分かると思います。これでもね、あの補正下着つけてるんですよ、私って。それからさっきの半分になってるんです。もう苦しいわ、ゼニング。ここ、もうほんまに、ほんまに誰かなんかね言うてくれたのに。今日はあの昭和、あの今日の衣装はこれイリュージョンなんです。わかりますか。ここに目行かせといて体の大きさ忘れさそうよ。つむらイリュージョンやなんやからね。もう昭和の言葉がバンバン出ておりますけども。おばちゃん、うん、おばちゃん頑張ってるで。先リハーサルの時字の勉強したもんな。ちっちゃい子見たらね、やっぱ子供のちっちゃい時、あのあんまり子供の家の話とかね、こういうステージではついへん方がいいんやけど、まあ、昭和のヒゲからかめへんでしょね、別に。いやもうさっきも家に電話してね、あんたご飯食べたか言うて、今日はもうママおらんから火つこうと危ないからね、あのキムチ納豆ご飯やったらほらご飯の上に納豆とキムチ混ぜるだけで済みますやんか。キムチ納豆ご飯作って食べとけ言うてね。いや上の子はね、あの高1で大きいんですけどね、あん、え、そんな大きいゴール見えへんって。そんなん言うても、そんなん言うても通用するかやな、ほんまに。またあんなこと言うてと思ってるだけや、私もね。でもありがとうございます。高1になりまして、高校を取りまして、公立高校。なんで笑うの。もうほんまにね、そんなもん、あんなはね、あそこがあんな、あんた高校の授業料タダにするとかなんとか言うからね、あんたこっちまた絶対公立高校通らないもん、しまいこれ言うて。ほんだらなんか軽音部行きたい言うてね。ほんでその兵庫県立尼崎まるまる高校第一希望が通りまして、せやけど その通ったのはいいんですけどね、あの受験番号をもらって帰ってきた時に大変やと。で何があの大変なんやって聞いたら、受験番号が4254やねん、死ぬに挟まれてる。言うて、あんた大丈夫かいな言うて。まあでもまあ勉強したんやったら、まあええやん、その受験番号なんか別にどうでもいい。ほんでこれあの明日のバスで、ほんで全部1000円あの100円にしてここ置いとくから、これをさっきあの財布に入れときなさい言うて。分かったで、受験番号はほんで私も気にせんとく、明日ほんでバスで行って頑張るで、お金取った瞬間バサ落としました小銭。あんた大丈夫か言うて。ほんで私また気になって妹のとこ電話しまして、一つ上にあのいとこおりますね、妹の子がさ1年早く子供産んだから、あのこれこれこうでお金落としてんけど、あの子大丈夫かなって、落ちるとかね滑るとか言うたらあきませんやね、あの落ちるんちゃうやろかって妹に言うたら、あんた大丈夫やって、でうっとこの子供、あんた受験の日に受験票落としたんやで。でも通りまして。よかった、そんな子がおりますね。私もあの昭和41年高度成長期生まれで、なぜかあその受験番号4に挟まれて、死ぬに挟まれて、私も来月44になって死ぬ死ぬ。4がラッキーランナンバーやったかな。まあ喋んのもこの辺にしとこうか。